ったぞ。あ、これ掃除しなきゃ忘れてた。ビルター掃除しなきゃまずい。ちょっとなんか、なんかやんなきゃなっていつも思ってるんですけど、やるの忘れてた。一回やったんですよ、引っ越してきて。ちょっと前かな。腹減った。ちょっと朝っていうかまあお昼にね、がっつり行き過ぎちゃって、お昼にがっつり行き過ぎちゃって、行き過ぎちゃって、これも早くはね、カットしないといけない。明日やります。お昼ぐらいにこうがっつり行っちゃうと、夜までお腹空かないですよね。で、夜になって一気にお腹空いてきて、こうやって寝る前、何時かな今、10時とか多分。あ、11時ですね。11時で。こんな時間にお腹が空いてきて、さっきまでずっと我慢してたんですけど、いやーちょっとお腹ペコペコすぎて眠れなくなってきて、まあ寝てはいなかったんですけど、ゲームしててそれで。どうしようかなと思って。まあお腹空いてたらね、やっぱなんか食べた方がいいなと思って。でも今更なんかご飯を炊くのもめんどいし。で、これに。これでもかというぐらいのネギをぶち込む。ですけど、ご飯炊いててもほら蒸らしに時間かかるからね、15分ぐらい。それも我慢できないぐらいお腹空いてるんですけど、どうした、
止めてんのそれ。抜いてますよ。しっかり。えぐりてんだけど、みんな抜いてた。かわいいな。しっかり。1センチ半ぐらいですかね。すっきり入れましたよ。暑いな。で、これを食べるんです。食べるんですが、さっきも歯磨きしたのにまたこれ食ったらまた歯磨きしないよ。めんどくさいな。前にあれ前に買ったビールが届いてないぞ。結構前に。私はね、また買ったんすよ。やっぱりほら、暑いからね、やっぱ飲みたくなるんですよね。で、その、ちょっと待って。はい、発送は予定されていました。発送状態の確認。ダメだ、止まってる。あ、明日かも。変更してるわ俺。したかもな。今日もね、荷物が来ててすぐ変更したんですよね。明日に変更したのに、今日いきなり夜来て、あれと思ったら、セリさんすいません、まあ、いつもの人だからね、セリさんすいません、台風で荷物が溜まってて、もうめちゃめちゃ忙しくて、すいませんけど今日荷物下ろさせてもらっていいですかって言ってきたんだよ。ああ、それ全然いいっすよって言って、荷物を受け取ったんですけど、まあ明日、今日だったんですけど、それ俺が出てるからね、外に出取れなくて、明日の何時ってしたんですけど、今日持ってきたっていう。だから、いるのが分かってたんです、たぶんなっちゃう。グラスで飲んだ方がうまいな。やっぱビールってキンキンに冷えた方がうまいね。ちょっとアイス入れよう。アイス、やばい、アイスが全然ない。アイス作んなきゃ。いつも忘れるんですよ、やんなきゃ。その時やりゃいいんですけどね。キンキンに冷えた方がいい。
ビゲがもうビビにこうふかふかしてるじゃないですか、ビビの毛って。だからこうビビとこうやって遊ぶ、あいつは嫌がってるけどね。今日もあのね、いろんな猫見たね。雨の中濡れてる雨の中濡れたかもしれない。あの時は降ってたね。ちょっとね、子猫がね、もう本当にこうにゃーじゃなくてにゃーじゃこれでもないな、もうなんか本当にね、こう助けを求めてるかのような、もうちっちゃい子供の泣き方ですごいひどい泣き方をする猫ってたまーにいるんですよね。俺本当久々聞いたああいう泣き方、ものすごい大きい声で泣いてて、こうお母さんを探してたと思う、多分。ね、お母さんとはぐれちゃったのか、お母さんがどっかに行っちゃってる間にあの歩き回ってお母さんを探し出したのか、かわいそうでね、見てたら。でもまあその人間がね入っていくとこじゃないからかわいそうだなと思って、近づいてもまあすごい逃げるし、大きな声出すしね。だからああいうのでこう俺がすげえガキの頃とか、なんていうのかな、猫が鳴いてるからってすぐに家に持って帰ってとかさ、そういうことをすごいやってたんですよね、子供の頃、小学生ぐらいの時かな。だから人間の勝手なんですよね、親が探してるかもしれないし、親がたまたまいなくて子供が目を覚ましていなかったからちょこちょこ歩いてニャニャ泣いて、あ人間が、あこれかわいそうだと思って持って帰る。でも親が帰ったら子供はいない、そういうのかもしんないしね。っていうか、あっつい29.9度、あの、あっします。俺ね、あの、あ、そう、その後に見た猫ちゃんが、大人の猫ちゃんなんですけど、その子は、まあ、痩せてて、ご飯あげて、かわいそう、その子もすっごい勢いでご飯食べてね、俺がたまたま猫のご飯をいっぱいバクバクに入れてたんですよ。で、その子にも2袋ぐらいあげて、なんかものすげえ勢いでバクバク食べて、これはお腹空いてんだ、もう痩せてる、外の猫ってすっげえ痩せてる猫よく見るんですよね。だからこう、まあ、野良猫増えちゃってこう食べれなくなってね、結局ゴミを漁って食うか、もしくは人がなんかこうあげないとね、人がなんかご飯あげないと生きていけないとか、そういう状況じゃないですか。かわいそうだなと思って。でその次に会った子は、今日は本当いろんな猫に会ってね、その後ね、駐車場で会ったちっちゃい子猫だったんですけど、ちっちゃくて最初なんだろうと思ってね、最初なんかリスかなんか、なんか なんだろうと思って、最初その後鳥かなと思ってたけど、結局猫で、で近づいて行ったらまたそう雨も降ってるから、あの車の下にいて、近づくとやっぱ逃げるから何してんのかなと思って、すごい警戒してるわけではないんですけど、近づくとちょっとやっぱりちょっと逃げるんですよね。それでまたバックパックに入ってたのご飯をまたそこであげて、ちっちゃいからこうなんかあんまりこうね、こうなんていうのかな、こう
あんまりこうフォーカスしてないっつうか、なんかパッと上げてもなんかそこ見てるようで見てず、なんか違うとこ見てこう飯をこうくん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 探したりで、全然そこにたどり着けず、ちょっと熱い、喋ってるだけ熱い、ここなんなんここみたいな、喋ってる、はい、何してんのそこで。でね、今日は本当いろんな子に会ったね。すごいなんか、充実してたというか、まあ雨がずっと降ってたんで、まあずっとでもないけどね、最後の方こう晴れてきて、晴れが見えてきて。雨の中自転車で走ったのを昨日に来て初めて。あ、お湯を走る。どれぐらいかも。これぐらいで足りるのかな。これコンロってあれですね、3つぐらいあった方がいいよね。そう思った今日。2つでもいいんですけど、こう2つだと大きいのが置くとこうくっついちゃうんで、あんまり近すぎてね。部屋は広いのになんでこれ2つなんでしょうね。明日の天候もあまり良くありません。今日の天候はすごい良くなかった。良かったなぁ、ランチ。またなんかハマると同じものばっかり食うとこがあって、でも今一個気になるお店があってリクエストがあって、あそこ行ってくださいって行かなきゃなと思ったんですけど、ちょっと忘れてたけど、天ぷら屋さんって書いてるとこあって、あそこ生産並んでるんですよねって言って、そういう話をしてて、前ね、この前ね、あそこちょっと、その千代さんファミリーがぜひ行ってほしいっつって、天ぷら屋っていうか、まあ、弁当屋みたいな多分でね、まあ、沖縄に来てまた疑問のその謎の一つが、その天ぷらっていう文字をよく見るんですよ。弁当屋で熱いな、なんかパチパチしてるさっきから。熱っね、よく本当に見るんですよ。だからね、俺が思うんですけど、おそらく弁当屋みたいなとこに天ぷらってか、弁当屋か分かんないんだけど、多分弁当屋だろう、もしくはそば屋、そこに天ぷらっていう文字があるとこをね、よく見るんですよ。あと稲荷だから、沖縄って俺調べてるの何もない、ただ見て思ってるだけですけど、天ぷらと稲荷ってメジャーな食べ物なのかなって思い出してきてるんですよ、自分の中で。いろんなところで見るから、だから文化の一つなのかなと思って、稲荷と天ぷらって。ちょっとパチパチってな、よしよし、
ネギたっぷり、ネギたっぷりのこれなんだろう、トムヤンコーン。これは回しておきましょう、熱いからね。うお、62とかまで上がってるし、思います。これは調べるのがちょっと、調べるとこまでいかないんですよ。そのいなりと天ぷらがなんかこう、もしかすると発祥の地とかさ、わかんないけど、わかんないけど、あのもしかして何かあんのかなと思って、それぐらい見ますね。まあ、いなりっていう文字はそんな見ないけど、でもちょこちょこいろんなとこで見たから、数箇所ぐらい。なんかこの、例えば沖縄そばぐらいの下ぐらいに続く食べ物かなと思って、いなりとか天ぷらとか。ただその天ぷらっていうのがどういう状態で売ってるのかなっていう興味はすごいあるよ。天ぷらって聞くとさ、天ぷらって聞くといろんなあるじゃないですか。あのすり身を潰した天ぷらっていうのも、ああいうの天ぷらっていうじゃない、関西で。ああいう天ぷらなのか、もしくは普通のこう小麦粉をつけて揚げた天ぷらなのか。で、その天ぷらがどういう状況であるのかっていうのをすごく興味あるよね。もしそれが弁当屋だとすると。だから結構沖縄の人ってさ、油っぽいものが好きなのかな。とんかつ、とんかつじゃない、だからあのいなりと一緒に食ってたあのカツ、豚カツだったっけな、確か豚だったっけ、チキンカツかな、待って、あれチキンだったっけな。あれ冷めてるんですよね。あれあったかかったらまだなんかこうチンして食べてみたい。一回超ガーリック効いてる。はあ、なんかもうビールのお腹いっぱいやっちゃった。でもこれね、お腹すくんで、もう3分経ったっけ、経ってないっけ、経ってない、経ったっけ、経ったよこれ。おお、ネギの量半端ないよこれ。よし、では眠たくなってきたな。お腹いっぱいになってビールで眠たくなった。命に感謝していただきます。そしてネギがほらめっちゃ絡んでるっしょ。ネギかなり入ってるわ。酸っぱい。酸っぱい。このヌードルってこんなに合うんですね。あっちへ。
ネギこんだけ大量に入れてんのにあまり感じないね。あの酸味がすごすぎて。辛みもありますね、やっぱり。おお、すっげえ。あれ、そうか、水入れな。酸っぱいよね。酸っぱいけど美味しい。これぐらいで我慢しよう。結構飲んじゃったけど、まあ、塩分取りすぎだし、今更です。これね、冷凍しなきゃいけないっつってたな、そういえば。これ、冷蔵庫じゃなくて。シャーベット入れる。
そうだ、これタレか。あ、でもいいや、タレ使う。で、これはやりすぎて水分がめちゃめちゃ蒸発してしまったっていう大事件になっちゃう。これあの4、5本入れて6分だから量は減ったから何とか、これ何か味噌スープに入る。時間が経つとお腹いっぱいになる。もう結構お腹はいっぱいなんですけど、なんかね、もうちょっとなんか入れたいんですよね。で、このスープをもう飲みたいんですけど、スープ飲むと、ほら、体にあんま良くないから、今更なんですけど。まあ、できるだけでこう気を使ってる。で、あと1分20秒。できてんのかこれ。あれ、この前みたいになんか蒸発してない。同じやり方でやったのに。まあ確かに6分、これ3分、4分ですね。どうかな。あ、ちょっと待って、これ熱い。表面は熱いんですけど、中を、うん、やっぱり味が重い。確かに だからソースがついてる。いや、ソースつけたいんですけど、ほら、3本じゃないですか、3個じゃないですか。3個のために、こう、
そうそうそう、全部を開けるっていうのは。もったいない。だって次使えないし。こっちも持ってこう。熱っ。どうしたの？冷蔵庫は結構。じゃないですよね。ちょっと半端に食べたから。どうしよう。まあどっちみち今から歯磨くから。別に食ってもいいんですよね。さっき食べようかなと思ったんですよ。すげえ我慢し。食前だった。
普通の片打ちより全然ある。好みかな。結構ある。振り返しとこう。もうやめよう。ごちそうさまでした。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。来てこます。辛いもそんな食ってんの。